ヤマハ TZR、ヤマハ TZR、TZR は RZ シリーズの後継機種として、ヤマハ発動機から発売されたオートバイである。水冷にストロークエンジンを搭載し、フルカウルを装備したレーサーのような外観であったが、万人向けの乗りやすさも考慮したシリーズであった。百八十五年を発売、形式一キロトン後継機種の三 m a 型と区別して、 前方廃棄とも呼ばれる場合もある。純レーシングマシンである TZ250 の高動仕様とも言えるハイスペックモデルであった。当時のライバルモデルであったホンダ NS250R やスズキ RG250 ガンマ、川崎 KR250 に対抗すべくアルミ合金製のフレームスイングアームを導入しフルカウルを採用。最高出力は 自主規制上限の 45PS であったが、常用域のパワーバンドが広いエンジンと、高度に設計された、完成度の高い車体が、相まって、先代の RZ250R 格段に上回る、高性能ぶりを発揮した。そのハンドリングの良さは、ヤマハハンドリングと称され、現在に語り継がれている。ブラック及び、マルボロカラーの特別限定車、2王が存在する。 なお、ブレーキは体型のシングルディスクであった。1988年に後期型、形式に XT へとマイナーチェンジ。外観に大きな変更はないが、CDI をデジタル式に変更、前後タイヤのラジアル化、メッキシリンダーの採用など、同世代のライバル車種である、ホンダ NSR250R や、スズキ RGV250 ガンマに対抗するため、 エンジンを大掛かりに改良されて、ポテンシャルアップが図られた。販売期間がわずか1年弱だったことと、人気のライバル車、NSR250R に押されて、生産販売数がわずかだったことから、現存する車両の数は、決して多くない。一方で、中古市場では、1キロトンの完成形として需要があり、車体やエンジンが、プレミアム価格で売買されるケースがある。 初代 TZR と同型のエンジンは1キロトンに使われたエンジンをもとにデュアルパーパス型の TDR2501988 年発売、ネイキッド型の R1Z1990 年発売に搭載された。当時のレースチームのスポンサー商品の販売促進のため、ラッキーストライク、キリンメッツのカラーリングモデルが抽選の商品となっていた。 1989年発売、形式 3MA、形式名に由来するサンマや、このモデルならではの特徴的なエンジンの形状から、後方廃棄の通称がある。一般の二輪車は、エンジン後方に、吸気装置、エンジン前方に廃棄装置が配置されているが、このモデルは、当時の市販レーサー TZ250 が採用していた、前方吸気後方廃棄システムを、 一般車にフィードックしており、エンジン前方にキャブレターが、エンジン後方に排気管が配置されている。外観上もテールカウル後端より除く排気口が特徴となっている。また、ナックルガードを有した流線型のカウルは、ヤマハ車らしいと、外観上でも愛好者が多い。なお、このモデルからブレーキは、ダブルディスクとなっている。操縦性は、 極太のデルタボックスフレームと積極的な前輪荷重により初代に比べると明らかにハンドリングに重みがあるという癖を持つ。また後方排気によってまっすぐになった排気チャンバーは意外に重く重心を上げてしまうなどの弊害も大きかった。さらに排気チャンバーがタンクの直下からシート下を通る構造のため長時間乗るとタンクが熱せられたりだんだん シート下が厚くなってくるなどの現象に見舞われた。3MA のエンジン特性は、行動用として扱いやすくするために低回転域のトルクを太くすることに尽力されており、そのため長くなったチャンバーの分だけ、車体も長くなって、歴代 TZR ではホイールベースが一番長くなっている。また、吸気効率の観点から冷たい空気を取り入れるため、吸気ポートを エンジン前側にしたことは、結果として、外気温やその時の空気密度や環境に響かされる特性が現れた。そのため、初期においてはその時の状況に応じて、エンジン特性が違うなどの弊害をもたらした。1990年のマイナーチェンジでは、さらに扱いやすいエンジン特性とするために、キャブレターを小型化。さらにフロントフォークが倒立式に変更された。 新色、ミントグリーンも追加されている。同年、サーキットユースに対応した装備を奢った SP モデルも発売された。しかし、レースを含め NSR250R には対抗できず、V 型エンジンを採用した次期モデルに公認を譲った。1991年発売、形式 3XV、V 型エンジン搭載した、このモデルより、 TZR250R と社名の最後に R が付く。それまでの並列に起動を捨て V 型に起動エンジンに移行したモデル。市販レーサー TZ250 との同時開発が売り文句であり、標準モデルも倒立フロントフォーク、湾曲スイングアームといった高価装備であった。サーキットユースを主眼とし、調整式サスペンション、鑑式クラッチ、 クロスミッションなどを装備した SP モデルも併売された。レーサー TZ250 との同時開発は、一般にありがちな有名無実なものではなく、パーツの多くはそれぞれ流用可能である。ヤマハハンドリングと呼ばれる、優れた旋回性を持つマシンの代表格。ちなみに 3XV ではこの年式のみ、ライトスイッチがある。百九十二年に、標準モデル。 TZR250R に、鑑式クラッチと前後調整式サスを装備した TZR250RS が登場。その後も、標準モデルとの差別化をしつつも、上位グレードである SP よりも装備を抑えて1994年は、ラインナップに加えられていた。1991年モデルにあった、ライトスイッチが廃止され、ハザードスイッチへ変更されたのもこの年式である。 1993年モデルよりバ力キジ式性強化に伴い最高出力が 40PS にパワーダウンこそあったが様々な細部の見直しが行われたこの年式よりオイルポンプが従来の機械式から電子制御式に変更された1994年に標準モデルを廃止し RS と SP の2グレードのみのラインナップとした 3XV としては 唯一のシルバート装フレーム。レプリカブームの熱も冷めていく中1995年に全モデルが最終進化系である TZR250SPR に統合された。形式も 3XVC。30の排気デバイス、トリプル YPVS により中低回転域から高回転域までエンジンが対応することができたための統合の処置であった。 フレームも補強されたため 3XV シリーズ中では最も重くなり、また最高出力も 40PES であったためノーマルでは最も遅いと言われる。しかしながら潜在能力はヤマハニストローク社の集大成として非常に高く各地の SP レースで大活躍し2000年の鈴鹿4時間タイレースでは見事1位を獲得した。TZR250SPR 以降の TZR は、モデルチェンジは行われず、環境問題で、他の2ストロークエンジン搭載モデルと同じく1999年に、販売が終了された。TZR125 に RM は1987年に発売された。RZ125 を、フルモデルチェンジした、ノンカウル、今で言うネイキッド車であり、カウルは限定車にのみ装備された。エンジンは、 クランクケースが同時期に製造された DT-3FW3ET i SDR と共通である。また装備面では t z r 2 5 0 1キロトン、n e x t と同じくデルタボックスフレーム UPUBUS を採用しフロント16インチ、リア18インチとハンドリングマシンを強調するかのような本格的でレーシーな装備であった。 1990年には250と同じく中空3本スポークのホイールを採用し、同時にフロントディスクブレーキの強化、フロントホイール17インチへの変更、リアのディスクブレーキ化、サスペンションセッティングの最適化など、特に足回りにおいて、フルモデルチェンジに近い改良が施された。 1999年までカタログに掲載された TZR シリーズでは最も息の長いモデルとなった。国内生産の TZR125 が生産終了しても、イタリアのベルガルダヤマハでは 3MA ベースのフレームを採用したフルカウルの TZR125R や TZR125RSP 及び TZR125RR4DL。 イタリア製を生産して、その後も国内ヤマ山肌産 XV ベースのフレームを使用し、生産した TZR125R4KL4HW4HX4JB を輸出していたがすべて生産終了した。なお、TZR125R と TZR125RR は 30PS で、TZR125RSP は 32PS だが、 TZR125R4KL4HW4HX4JB は現地の免許制度や年式により異なり 15PS から 32PS となっている。ベルガルダヤマハが生産したものはレッドバロンが輸入販売していた経緯があり、現在でも部品の供給を行っているので入手にはそれほど困らない。ただし OS ピストンについては メーカーの移行により出荷されなくなっている。TZR125R4KL4HW4HX4JB については、プレストコーポレーションの輸入が約20台と並行輸入が数台屋だけらしく、生産終了から15年以上経過した現在、日本国内には数台となる長期商社である。TZR503TU は、 保安部品の有無以外ほぼ同一である市販レーサーの TZ50-3XM と共に1990年に RZ50-1HK をフルモデルチェンジした 50cc 発のフルサイズレーサーレプリカモデルとし登場。1992年にヘッドライトを常時、点灯式に変更するのを機械としてマイナーチェンジ。エンジンの点火時期を変更し、 中速域をパワーアップ。リアサスもシリンダーの設計変更で高性能化。ウィンカーはプッシュキャンセル式を装備。このマイナーチェンジ以降の 3TU はフレームが黒いのが外観の特徴。1993年にはセルスターターを装備した YG80 ベースのクランク系スリードバルブエンジンを採用し、フレームにも補強を施した TZR50R。 4EU へとモデルチェンジした。1994年には、姉妹社で12インチホイールの TZM50R、4 k ルも追加され、同時にエンジンのシリンダー変更、キャブレターの体系化、1 6イ、1 8イなど、大幅な改良が加えられた。TZR50R もこれと同時に、キャブが 18mm となる。 これ以前の最初期型の 4EU は 16mm キャブ。TZR50 は、車格と高性能で、ヒット車となったが、日本国内においては1998年に、再び、RZ50-5FC へ、モデルチェンジする形で生産は終了した。なお、欧州では現在でも 50cc の TZR50 が、生産販売されており、 エンジンは2ストロークを使用しているが、現地のモペット規制に合わせた出力となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。